はい、お疲れです。えー、本日、1.4東京ドーム大会の全対戦カードが発表されましたので、えー、この全対戦カードを受けて、僕が思う、えー、まあ見どころであったりとか、えー、そういったものをもろもろお話ししていこうかなというふうに思います。はい。えー、では、まず率直に、えー、今日発表された、この東京ドームの全対戦カードを見て、 僕が、まず、この全体のこのカードに対しての、率直に思った感想です。うーん、微妙だねー、麦わらのルフィー。はい、まあ、こんな感じっすね。うん。やっぱこう、改めてこの全体戦カードがこう、ラインナップされて、こう、全体をこう、パーって見た瞬間、あー、ちょっと微妙いっていう。 そんなところですかね。うん。やっぱりこの微妙さを生んでる根源としては、もうリマッチが多すぎる。うん。あの、新鮮味のあるところがほとんどないっていうふうなところで、やっぱりリマッチばかりになっちゃうと、結果はどっちがあってもよくな、ね、いみたいな。そういう視点になっちゃうのがベースなんで、うん、まあ。 リマッチオグレイガっていう風な、そんなところですかね。はい。まあ、そんなところを踏まえた上で、えー、各試合のですね、見どころを、えー、お,お伝えしていこうかなという風に思います。はい。えー、まずは第1試合ですね。IWGP ジュニアタック選手権試,験試合。えー、アキラ TJP と、えー、モロにこなず。はい。えー、この試合の見どころっすね。うーん。どっち勝ってもよくね。はい。まあ、そ、そんなとこですかね。うん。 で、まあ、もっと言うと、あのー、昨日、一昨日か、一昨日の後楽園で、えー、なんか、缶オケなんだかマッチで、同じカードやってるじゃないですか。いや、そこで缶オケやるんだったら、もうそこでジュニアタックやっときゃよくねみたいな。<laughs> あーまあ、そんな感じですねな。この短期間で同じカードさ、まあ、ルールは違うと言っても、この短期間で同じカードさ、またすぐリマッチってさ、 これ、誰が見たいねん誰が見たいねんって <laughs> 誰が見たいねん、これ。っていう、まあこんな感じですかね。うん。はい。まあそんなところです。はい。えー、以上です。はい。続きまして、第2試合。えー、ニュージャパンワールドの選手権の、えー、棚橋さんとザックです。はい。ちょっとこれ、びっくりだったのが、ここ、第2試合になるんだっていうのが、ちょっと意外だったっすね。 うん、で、このカードが第2試合っていうふうなところで、まず僕が率直に思ったのは、んおこの、これ第2試合って、なんか去年の中野タム対カエリの,の IWGP 女子王座ーー戦のなんか、それを思い出すな、みたいな、うん、そんな感覚になりましたかね。去年もここのちょうど第2試合で、えー、中野タム対カエリの、えー、タイトルマッチだったんですけども、うん、なんかその、 そこのシングルがこう第2試合だったっていう印象すごく残ってて、で、今回これも第2試合でしょで、ニュージャパンワールドって15分一本勝負でしょあれ、まさかこれ、棚橋、ザックは5分決着で去年の中野タム対カイリーのオマージュをするのかなみたいな、まあそんなの思っちゃったりし,してますね。うん。あれってことはまさかこの試合の後にメルセデス・モーリー様が来るわけないっすもんね。はい、えー、まあそんなところです。はい、以上でーす。 はい。えー、スペシャル、えー、続きまして、第3試合ですね。スペシャルシングル、辻陽太 VS、上村優也。はい。まあ、第3試合らしいなっていう。うん、そんな感じですね。はい。まあ、そんなところで、まあ、この試合のね、見どころっすね。うーん、どうなんだろう。まあ、僕が、まあ、思うのは、 うん、ここでちょっと上村選手の格上げをくるんじゃないのかなっていう、そんなところの視点ですかね。はい。まあそんな感じですかね。はい。えー、とりあえず以上です。はい。はい。続きまして、第4試合、スペシャルタックマッチ。海の正体、清宮 VS、イーベルパイセン、成田連はい。えー、まあこの試合の見どころっすね。はい。えー、ズバリ、えー、成田の東京ドーム仕様のビッグマッチ仕様の入場コース。はい。以上です。<laughs> 続きまして、第5試合、ネバー、 無差別級選手権試合、えー、タマトンガ VS 高木慎吾。はい、えー、この試合の見どころです。どっち勝ってもよくね。はい、まあそんなところですかね。はい。えー、まあ、それなりの内容にはなるとは思うんですけども、でも結局、まあ、どっちが勝ってもいいかなぐらいな、そんな感覚になっちゃってるんで、ね、こ,これで3度目の、えー、このシングルをこの短期間でやってきてるんで、 やっぱそうなっちゃうとな、もうお腹パンパンなんで、うん、きっとまあどっちが勝ってもいいかなっていうふうな、そんなとこですかね。はい。うん、まあそんなところですかね。はい。えー、で、続きまして第6試合、えハイダブチピタクトストロングの、えー、ダブルオー戦、ビシャモンとヒクレオファントーズも、はい。この試合の見どころっすね。現地民トイレタイム。はい。なんですけれども、多分この試合めちゃめちゃ、 トイレめっちゃ混むんすよ。休憩時間通って並びでめちゃめちゃ混むんで、逆にここで行っちゃうと、すんげえ渋滞にかかる可能性があるんで、あのー、もしこの動画見てくださってる方がいらっしゃいましたら、ちょっとあえてこの試合では外した方がいいかもしれないです。はい。もしどうしてもこの試合にトイレを行きたいんだっていう場合になった時には、 行くタイミングが結構重要なんですよこの2人が、えーまあ、この試合が始まってこの入場になった時点、はい、多分ヒクレオ・ファンタズモから入場だと思うんですけどこのヒクレオ・ファンタズモの入場から行っちゃおうとするともうアウトですもうその頃には渋滞です、はい、なので、えー、もしこの試合をトイレタイムとして利用するのであればこ,のこれの前の高木慎吾対玉トンガが,が終わった時点 カン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 ってゴング鳴った瞬間にトイレにダッシュ。そうすると全然空いてます。はい。で、ちょうど、まあ、そっからトイレから戻ってぐらいで、 ヒクレオファンタズマの入場が終わって、毘沙門が入場するあたりなんで、まあ、そこからこうテク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 ゆっくり歩いて、まあ、着席して、はい。っていう風な感じが一番こう、困らない、えー、形になると思うので、なので、このトイレをね、ちょっと行くタイミング、結構重要になってくるかなという風に思いますので、はい。えーまあ、その辺が結構注目かなという風なところです。はい、以上です。 はい。で、続きまして、えー、第7試合、IWGP ジュニア選手権試合ですね。えー、ヒロム選手とデスペラード選手。はい。この試合の見どころです。えっ、ー、とー、まあ、試合内容で、ちょっとどれくらいの、えー、インパクトが残るかっていう、まあ、そんなところですかね。はい。このヒロム選手とデスペラード選手も、結構もう何回もやってるんで、うんまあぶっちゃけ新鮮味がないっちゃないんですよね。うん。 で、まあ、これが、セミにもならず、セミ前にもならず、第7試合っていうふうな立ち位置で、まあ、どんだけのね、試合内容が、えー、記憶に残るか。まあ、そんなところ、すかね、注目するのは。はい。まあ、そんなところですかね。はい。でで、続きまして、シンベルトの 3way マッチですね、えー。オスプレイ、モッサン、えー、フィンレイの 3way。はい。この試合の見どころっすね。 モッサンとオスプレイどっちが先入場かなっていうところですねはい多分一番最初の入場はフィンレイだと思うんで,思うんですけどでその後に入場してくるのがオスプレイとモッサンどっちかなっていうところですね普通の US 選手権だと王者ウィル・オスプレイっていう形なんでそれであればオスプレイが一番最後に入場なんですけども新王者決定戦なんでオスプレイとモッサンどっちをこの試合の まあ、いわゆるこう最後のこう取り扱いにするのかなっていうところがちょっと気になるってどこですかね、うん。まあ僕の予想は多分、まあ、オスプレイが一番後ろの入場かなというふうに思いますね。はい、なんかでも意外と逆にデビッド・フィンレイを一番最後にこう取りで持ってくるっていう、うん、そんな感じもありそうですかね。モッサン最初、で次オスプレイ、最後の鳥入場、まさかのフィンレイ、ウィズ・ハンマー持ってみたいな。 なんかそんなのもありえそうかなというふうなところですかね。はい、以上です。はい、続きまして、えー、セミファイナル、岡田和親 VS、ブライアン・ダニエルソン。はい、この試合の見どころですね。うん、手追いのブライアン・ダニエルソン相手に、岡田選手が、えー、どれぐらいの試合を見せていただけるかみたいな、まあそんなところの視点ですかね。はい。うん、あの、AEW のあの、ちょっとダイジェスト映像みたいなのこうたまにこう見,ら見たりするんですけども、 なんかやっぱダニブラがコンディションがやっぱあまりよろしくなさそうな気がするのでうんどれくらいの内容になるのかなっていうふうな、まあ、そんなところですかね、はい、まあ位置づけとしてまあ去年のケニーオ、えー、スプレイの、えー、まあ立ち位置的な感じだと思うんですけども、まあ、やっぱ、えーこあのーね、禁断の扉でやった 試合を見る感じだと、うーん、まあ割と結構地味めな試合なんじゃないのかなっていう、まあそんな気がしてますね。はい、以上です。はい、えー、最後にメインイベント、えー、真田 VS 内藤哲也。はい。この試合の見どころです。果たして東京ドームで真田にブーイングは来るのかみたいな、そんなところですかね。はい。こないだの後楽の園で真田選手に、えー、ちょっとブーイングになってたんで、 うんあれもしかしたら東京ドームでもなんかブーイング組んじゃないのかなみたいなそんな気が若干してるっていうまあそんな感じですかねはいで今のこの,あのこの2人の対決の図式なんですけどもぶっちゃけもう真田がヒールになっちゃってるって感じなんですよね、うん、で内藤選手がベビーフェイスみたいな、うん、でこの真田選手のこのヒールっていうのがあのすごいこう一番こう嫌な感じのヒールになっちゃってるっていう風なところでなんか素でこうちょっと ガチでこう嫌われちゃってる感じうん。もうみんなこう、真田ディス、真田ディスの方向になっちゃってるんで、あまあそのディスを生んでしまった大きいところっていうのは、まあこの間の後楽園での,あのダダスベリーだったっていうようなところなんですけども、うん、なんかあ,あの時の後楽園でも感じたんですけども、なんかもう、監修がちょっともう真田選手をこう、茶化してる感じがすごくするんですよ。うん。なので、 なんかね、まあ言ってしまうと、ほんと眞田選手がちょっとかわいそうかなっていうふうに思うんですよね。うん。言ってしまうと、こう、集団いじめみたいな、なんかね、そんな感じを僕してるんで、うん。ちょっとね、今の真田選手、正直かわいそうだなっていうのが僕思ってんですよ。うん。いや、おめえ散々今まで真田の見てえカードないとか、いろいろね、動画で言ってきたくせに、おめえなんで今更になってかわいそうだとかって思われるかもしれないですけども、 いやー、あのね、こんな僕でもね、あの後楽園の空気感じたら、ちょっとね、真田選手可哀想だなっていう、うん、そんな心境になってるっていう私の今の現状っていう風なところですかね。はい。えーえー、っていう風な感じで、えー、真田選手にブーイングが来るのか、えー、これがちょっと注目かなという風なところでございます。はい、以上です。 はい、えー。というふうな感じで、えー、以上、東京ドームの全10試合のですね、えー、僕の視点での見どころの解説でございました。はい。えーまあ、そんなところでした。はい。えー、というわけで、結局、今回の動画で何を言いたかったっていうと、昨日の棚橋さんの新社長就任の発表を受けて、やっぱりこれからプロレスとしてのその向き合い方、もう僕自身も 本当にこう新日本プロレスと僕自身もこう一体化するべきなんじゃないかなと、えー、そういうのも思ってうんこの YouTube 配信でめんどくせえプオターっていう風な形としてやっていくのも、うん、もうベビーフェイスターンにチェンジするタイミングなのかなとかちょっと思ったりもしてたんですけどでも実際やってみたら無理そうだったんで。 はい。なので、えー、変わらず僕は、これからも、めんどくせえプォータとして、プロレス系チャンネルの B 面として、これからも、通常運転で行きたいと思います。ってこと。